って一二塁間、セカンド外崎、ワンアウト。この辺りはもう外崎お得意のプレーです。オグレディのホームランもそうですけども、セカンド外崎、ワンアウト。しかもその後になんとか立ち直りかけた千賀投手もありましたのでね、なんとかついツアーとかに持っていって引っ張ってよく取ったムネティ、ナイスプレー。三遊間抜けるかというあたり、ナイスプレーです。レフトの前にライナー、よく取った、よく取った、グラシアル、ナイスプレー。いや、ヒット性もうちょっとで落ちるかというところですが、勝ちパターンの投球もそうですね。ライトへ伸びていきますが、柳田、ツーアウト。ショートの前、紅林、一塁アウト。ショートゴロになりました。弱い打球、藤岡、一塁アウト、ワンアウト。サードのエチェバリアが前に来ます。キャッチャーの前、フェアです。二塁、そして一塁、ダブルプレーになりました。スリーアウト。出た、一塁ベースカバー、競争はベースを踏んでいます宮西、ワンアウトです。7月21日ホームランを放っています。左中間に上がった、追いつけるか、追いついた西川、今日はレフトに入っています。今日戻ってきました、レフトの西川。打った瞬間は氷の打球もどうかなと思いましたが、そうですね、左中間のね、深いところまで飛んできましたけども、アウトです。リクエストですね。この角度だとより分かるかもしれません。牽制でどうでしょう、アウトです。判定でくるカウントでどうでしょう、狙っていきました三遊間、よく抑えた茂木、ワンアウト。いや、今ね、すんなりプレーしましたけど、非常にナイスプレーですよ。この茂木ですね。はい。がありましたが、戻ってきています。打ち上げた打球が上がっています。今日スタメンマスクが古川。風がありますが、キャッチャーファンフライ。センターへどうでしょう、抜けた、いや、取った、セカンドはアウトです。渡辺、ナイスプレー。三塁ゴロ、宗、一塁に送ってアウト2つ。じゃあどういう配球をしようかとかっていうことになってくると思うので、はい、ちょっと詰まってこすっていますが、セカンド中村翔吾追いつきました。ファールフライをセカンド中村取っています。でサード安田、ナイスプレーでしのぎました。今シーズン送りバントは2つ。打ってきました、セカンド一塁ベース、おっと二塁に送る、アウトです。一塁はセーフでリクエストしますね。こう見てるとアウトっぽいですね。ああ、アウトか、そういう感じはしますかね。二塁アウトの判定です。一二塁間、セカンドに任せました中村、一塁はアウトを取ってツーアウト三塁としています。やれるという判断でしょうからね。引っ張った、セカンドライナー、スリーアウト。この先のグラブの中にすっぽり収まりました。ウイングがいませんでした。初球セカンドの横、ワンアウト、そしてツーアウト、ダブルプレー。ショート正面、自分でベース入って一塁は回りました。次々とコロナで戦線を離れていきましたピッチャーゴロ、三塁送って三塁アウト、一塁はセーフです。今よくね、はい、嘉弥真投手サードに投げましたよね。こうやっぱ手が出てしまってたっていうのがありますから、打球はセンターへ、強い打球、福田追いついた。詰まった打球はショートフライになりました。一塁ランナー出ている、アウト。なんと一塁ランナー佐藤俊哉戻れませんでした。ダブルプレーになってしまいました。バットの先、セカンドへの緩い打球、ここは牧原がうまくさばきました。この回は先頭バッターをセカンドゴロに打ち取っています和田毅です。中継ぎを挟んで6月19日イーグルス戦以来の、おっと挟みました。誘い出してタッチアウトになりました。渡辺が入っています。昨日はツーベース1本、初球を捉えてライナーでした。セカンドの浅村、これはどうだ、アウトです。牽制タッチアウト。3度目、今度は不思議なアウトにしました。いや今うまかったですね。2回牽制してもうないかなっていう雰囲気を漂わせて、緩いゴロを前進して渡辺、スリーアウトです。高めのボールです。左方向前に来てましたが、下がって今川追いついた。スリーアウトです。